こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、40代の男性におすすめの清潔感が溢れる夏アイテムベスト5というテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。今動画を撮っている現在なんですけども、7月後半、いよいよですね、梅雨が明けまして、これから夏本番なわけなんですが、まあ、これからの季節、どんな格好を40代以上の男性がすればいいのか、結構悩みどころかなと思うんですね。 そして結構ですね、大人の男性にとって大切なテーマとして、清潔感というワードがあるかなと思うんですが、まあ、どういったアイテムを着用すれば、そういった清潔感みたいなものが表現できるのかということで、今回はですね、皆さんに具体的に5つのアイテムをご紹介してみたいなというふうに思っています。 まあ僕のチャンネルというのはですね、結構いろんな世代の方が見てるんですね。まあ、僕自身もそうなんですが、30代後半から40代の方がですね、特に多いわけで、まあ、それ以上の方もいるわけですが、まあ、30代と40代で少しなんですけども、やっぱり似合う服だとか、こういったものの方がおすすめというものはですね、ちょっと変わってくるので、まあ、今回はですね、40代以上の男性というところに特化しながら、おすすめの商品をご紹介したいなと思ってますので、よかったら最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションを今日ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にですね、リンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう はい。ということで、ここからは具体的なアイテムを解説したいなと思ってるんですが、一つ目はですね、今着てるこちらですね。ちょっと近くでお見せしたいなと思うんですが、ブルー系のですね、リネンシャツですね。 これは夏にですね、40代以降の大人の男性であれば、1着は持っておくと便利なアイテムかなと思いますし、清潔感が漂いやすいかなというふうに思っています。まあ、シャツの選択肢って本当に色々あるんですが、特に夏場はですね、リネンシャツというのはもう永遠の定番的なアイテムかなと思ってますので、ぜひ皆さんにもですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。結構ですね、リネンシャツには様々なカラーがあるんですが、その中でも清潔感というところに特化するのであれば、ブルー系はですね、 やっぱりこれは鉄板かなと思ってます。まあ、清潔感と色というのはですね、結構関連性が深いんですけども、まあ、どういった色がですね、清潔感が漂いやすいのかというと、やっぱりですね、ブルーですとかネイビー系のような寒色系だとか、そういったものはですね、清涼感が漂いやすいんですね。ですのでこういったブルー系のリネンシャツは1枚あってもいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ決してですね、こういったアイテムというのは今のトレンド感がバリバリあるようなものではなくて、割とですね、オーソドックスなアイテムかなと思うんですが、まあ ま40代以上の男性であればトレンド色の強いものよりもベーシックですとかオーセンティックなものの方がやっぱり似合いやすいかなと思うのでぜひですねこういったシンプルなリネンシャツは1枚は買い揃えていただければなと思ってますで袖の長さなんですけども個人的にはですね大人の男性であれば長袖を選んで腕まくりをするというスタイルこれはですね様々な着こなしのバリエーションの一つとして必ず用意をしていただきたいなと思ってますもちろん半袖シャツが NG というわけで ではないんですが1枚ですねこういった大人っぽいシャツがあってちょっと腕まくりをするような着方を覚えておくとちょっと小綺麗にですね着こなしを楽しみたい時にはですね活躍してくれるのかなというふうに思っていますまあ、僕自身も最近このリネンシャツを買ったわけなんですが久々ですねこういったシャツを買ったのは以前は結構好きでイタリア系のブランドのですねこういったリネンシャツいっぱい持っていたんですが最近はだいぶご無沙汰していましてまあ久々に買ったわけなんですが、まあ、最近はですね内側にこういった白 t シャツを着ない ながら第一ボタンを開けて少しですねこの白 T を覗かせてあげるような着こなしの方が割としっくりくるかなというふうに思っていますあまりセクシーな感じよりもこういった重ね着というのもですね一つの今っぽい要素としては取り入れやすいかなと思うので是非参考にしていただければなというふうに思っています はい、続いて2点目のですね、40代向けの清潔感が漂うアイテムとしてお勧めしたいのが、今僕が着ているオープンカラーシャツですね。これはですね、年代を問わずにお勧めできるようなアイテムなんですが、年代によってどのようなカラーを選べばいいのかというところは、微妙に変わってくるかなと思っています。僕が今着ているのはですね、以前にもご紹介しました、グリーンレベルのですね、オープンカラーシャツで、色はケリーと呼ばれるような、結構深めのグリーンなんですね。まあ、こういった少し綺麗な色という ののがですすすね40代以降の男性にには似合いやすいいいやかなというふうに思っています僕はですね、結構グリーン系のアイテムは好きで、このようなケリーだとか、他にはオリーブと呼ばれるような、もう少しですね、ミリタリーっぽい雰囲気の漂うようなグリーン系の色もですね、たくさん持ってるんですが、30代ぐらいまでであれば、オリーブ系もですね、結構上品に着こなせるんですが、40代以降であると結構ですね、オリーブだとくすんで見えるので、こういった小綺麗に見えるような、ダークグリーン系の色の方が、僕は使いやすいかな と思います、あ、このような色の方がですね清潔感が漂いますし着こなしにですねちょっとしたアクセントになるので40代以降の男性がですねオープンカラーシャツを選ぶのであれば オリーブとかではなくて、こういったケリーもいいかなと思いますし、あとはですね、ネイビーとかブラックもいいんですが、ちょっと地味に映る場合があるので、こういった綺麗な色というものをですね、40代以降の男性は、ぜひ取り入れていただければなと思っています。まあ、僕自身はですね、今30代後半なんですが、この色をですね、なかなか良くて、着てるとですね、褒められる機会が多かったんですね。やっぱりですね、ベーシックなアイテムで、ベーシックなカラーというのも悪くはないんですが、それだとですね、結構周囲の中に馴染んでしまって、そ そここまでで感が出ないこともあったりすするんですね一方で、このようなちょっと綺麗な色というのは、人との違いが出しやすいので、褒めてもらいやすいかなと思うので、そういったところも含めて、ぜひ皆さんにチェックをしていただければなと思ってます。ちなみにですね、グリーンレベルのこの色に関しましては、結構ですね、僕が動画の中で何度も擦り倒しているので、在庫がだいぶ少なくなっているみたいなんですが、オンラインだとちょっと見つかりにくいかもしれないですが、店舗によってはまだ在庫があるかもしれないので、よかったらチェックしていただければなと思っています。まあこれで これだけれはなくて僕のおすすめの綺麗、ね、な色のオープンカラーシャツもいくつか下にリンクを貼っておきますのでよかったらそちらも参考にしていただければなというふうに思っています。 はい、続いて3点目のアイテムなんですが、これまたトップスなんですけども、今着てるですね、こちらのような半袖 T シャツなんですけども、まずは色に関しましては、爽やかさのですね、代表格であるホワイトですね。そして素材感に関しては、こちらはワッフル T シャツになって、ちょっとですね、生地が厚みがあるんですね。こういった T シャツの方がですね、大人の男性にはちょっと清潔感が漂いやすいかなと思ってます。普通の T シャツなんかはですね、まあ、NG ではないんですけど。 ですけども結構生地感が薄いので体のラインをですね拾いやすいんですね。 ですので、40代以降の男性だと、どうしてもですね、お腹がぽっこりしている方もいらっしゃったりするので、ちょっと清潔感というところが漂わない可能性があるので、もしですね、40代以降の男性が T シャツみたいなものを着るのであれば、ちょっと肉厚なワッフル T シャツだとか、あとはですね、ニット T シャツみたいなものが上品に見えやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。今僕が着てるのは、グローバルワークのですね、定番のワッフル T シャツなんですけども、これはですね、価格もお手頃で、結構で 大人の男性にとっては使いやすいアイテムなのかなというふうに思っていますでサイズ感も結構大切で、まあ、40代以降の男性だと結構ですねタイトシルエットが好きな方も多いかなと思うんですが体のラインをあまり出しすぎるとそれまたですね清潔感につながらないので少しですねゆとりが出るようにややゆったり感のあるようなサイズ感が僕はバランスがいいのかなと思っています、まあ、この辺りはですねトレンド感というところにもつながりがあるんですがビタビタなサイズ感ではなくて少しですね風が通り抜けて けけるようううなななサイズ感感だだととととと清潔感といいいいころもも漂いやすすかなと思思のでぜひ皆さんもチェックしててただければなと思ってますちなみに今僕が着てるのはホワイトですがその他にもライトグレーですとかオフホワイトみたいな色でもですね代用ができるので真っ白以外の選択肢もありますのでぜひそのあたりもですね頭の片隅に置きながら夏の T シャツというところも楽しんでいただければなと思っています はい、続いて4点目のアイテムなんですけども、ボトムスですね。ちょっと見えづらいので、椅子の上に立ってみたいと思います。一応ですね、椅子に立つのにですね、違和感がある方もいらっしゃるかなと思うんですが、これは室内履き用にですね、用意しているものなので、一応綺麗な状態ということをお伝えできればなと思います。はい、こんな感じで履いているわけなんですが、これはですね、僕の動画の中でも何度も何度も何度もお伝えしているので、皆さんもご存知かなと思うんですが、ユニコのスマートアンクルパンツですね。まあ、ボトムスの種類としては、 イージーパンツという言い方がですね、近いのかなと思うんですが、スラックスのような見栄えなんですけども、腰にですね、ゴムが入っていて、着心地としてはですね、ストレッチの効いているようなタイプのもの、こういったものがですね、40代以降の男性のボトムスとしては、清潔感が漂いやすいかなというふうに思っています。まあ、ボトムスを選択肢として、真夏に着るものとしたら、ショートパンツみたいなものがかなり代表的で、まあ、多くの男性に愛されるわけなんですけども、僕自身もですね、ショートパンツは大好きです。ですが やっぱりですね、年々自分の年齢が上がっていくにつれて、ちょっとずつ違和感が出るようになってきたんですね。やはり40代以降になってくると、ちょっとですね、ショートパンツのカジュアルさというところが、なかなか似合いづらくなってくるかなと思うので、まず一本鉄板として持っておきたいのはですね、こういった綺麗めなですね、濃いめのボトムスかなと思っています。まあ、僕自身はですね、スマートアンクルパンツ、ブラックを愛用しているわけなんですが、もうちょっとですね、清涼感を出したいのであれば、まあ、せめてネイビーだとか、あとはダークグレーみたいな ももののでですすね合わせやすいかなと思うのでこういったブラック以外ににももそううういいいいいっっったたた選択肢があるとととこころも頭の片隅に置いてていだければなと思ってます、まあ、こういった濃い色というのはですね、着こなしを引き締めてくれるんですね。シャープな印象になるので、まあ、こういったものを履くだけでも清潔感が漂いやすいですし、スネが見えないことで、やっぱりですね、清潔感は断然こういったロングパンツの方が漂いやすいかなと思うので、まあ一本だけ持つのであれば、こちらのパンツでまず間違いがないかなと思ってますし、先ほどのコーディネート、 三つご紹介しているわけなんですが、リネンシャツに関しても、オープンカラーシャツに関しても、今僕が着てるこういったワッフル T シャツに関しても、すべてこのパンツでこと足りてしまうんですね。ですので、一本だけあったらものすごく使えるので、こういったイージーパンツというのはですね、ぜひ皆さん、ユニクロでもいいですし、あとは各種セレクトショップでもいいので、ぜひ一本は買い揃えていただければなというふうに思っています。 で、サイズ感に関してはですね、ウエストはジャストサイズで選んでいただきたいんですが、あまりビタビタすぎるのも夏にはですね、暑苦しい感じがするので、まあこういったもも周りには適度にゆとりがありながらも、膝から下はですね、細くなっていくようなテーパードシルエット、こういったものがですね、やっぱりですね、使いやすいかなと思いますし、大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにはですね、こういった綺麗めなシルエットの大人のボトム層ですね、買い揃えていただければなというふうに思っています。 はい、続いてラスト5点目をこのまま解説したいなと思ってるんですが、靴ですね。 これまたですね、様々な選択肢があって、まあ、いろんなものをですね、持っておくと便利なんですけども、40代後の男性が夏に履くべきものとして、まあ、鉄板はですね、こういった白系のレザースニーカーなのかなというふうに思ってます。いろいろ考えたんですよ。もちろんサンダルみたいなものも大好きですし、エアリフトみたいなスニーカーとサンダルの間ぐらいなものもですね、僕自身大好きで履くんですが、まあ、多くのですね、一般的な男性が夏に何を履くべきなのかというと、こういった 清涼感漂うようよななホワイトでなおかつレザーーースニーカーここが鉄板なんじゃないのかなというふうに思っています。やはりですね、清潔感っていうのはですね、ある程度の綺麗さというところとリンクするんですが、サンダルだとですね、かなりカジュアルなアイテムになるので、清潔感というところはそこまで漂わないかなと思うんですね。一方で、スニーカーの中でもこういったデザインがとことんプレーンで、色がなおかつ白というところでは、まあ、清潔感が漂いやすいんですね。ですので、鉄板は白系のレザースニーカー スニーカーカかなという,ふうに思ってます僕自身もですね、なんだかんだで白レザースニーカーは好きでたくさん持ってるんですね。スタンスミスもありますし、今履いてるようなジャーマントレーナーもありますし、 あとはですね、ナイキのブレーザーローと呼ばれるような、少しですね、スポーティなものも持ってたりするので、白レザースニーカーの中でも好みによって履き替えてみるのもいいかなと思うんですが、まあ、夏場にはですね、こういったものがですね、様々な着こなしにも合いやすいので、ぜひ皆さん、まだお持ちでなければ、一足ですね、新調していただければなと思いますし、すでに持ってる方もですね、バリエーションを変えてもらうとですね、気分が変わりやすいかなと思うので、白レザースニーカー、これがまず鉄板かなと思うので、ぜひですね、40代以降の男性にはお勧めできれば なというふうに思っています。 はい、ということで今回の動画では40代以上の男性におすすめの清潔感が漂うアイテムベスト5というテーマで動画をお届けさせていただきました。まあどのアイテムもですねトレンド寄りというよりは結構ベーシックを主軸としたものが多いかなと思うので、まあ、今年買っていただければ今年だけではなくて来年再来年ぐらいまでは結構使えるものが多いかなと思うのでぜひ皆さんもですね一つずつ丁寧に揃えていただければなというふうに思っています。まあ僕自身はまだ30代後半なんで ですがまあ、40代以降もですね、つい30代の感覚でいろんなものを選んでしまいがちなんですけども、やはりですね、年齢に応じて似合うものというのは年々微妙に変わってくるかなと思うので、サイズ感であったりだとか、アイテムのトレンド感だとか、そういったところはですね、ちょっと調整しながら、今の自分に合うものをですね、選んでいただけると、すごく魅力的には見えやすいのかなというふうに思っています。まあ、いくつかポイントがあるとしたら、サイズ感に関しては、あまりビッグシルエットにしすぎないということ、 程よくゆったりめか、もしくはジャストサイズか、このあたりがいいかなと思いますし、色選びに関しましては、白のような明るいものか、もしくは、はっきりとしたネイビーだとかブラックのようなもの、そういったものを選ぶか、もしくはですね、差し色のようなこういったケリーだとか、深いグリーン系だとか、あとはですね、ロイヤルブルーみたいな色とかも似合いやすいかなと思うので、こういったポイントをですね、理解していただければ、結構ですね、40代以降の男性でもおしゃれなスタイルは作りやすいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。 思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人を男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみにおしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山俊のメンンチャンネル